どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回は皆様に耳寄りなお話、お金がすぐ儲かる話です。上の方にちょっとステップが書いてますけども、概要欄からアプリ、みんなの銀行ってアプリをね、ダウンロードしていただければと思います。これが1ステップ目、どんなアプリをダウンロードするかというと、みんなの銀行っていうね、福岡フィナンシャルグループが作っている、もうね3年ぐらいになるんですかね、前にこのアプリがリリースされて、それからどんどんね、シェアを広げている、もうね、ATM に並ばなくていいというね、このスマホで完結しちゃうアプリなんですよ。これが銀行の入金、送金、やり取り全部できるんですよ。すごく便利です。で、これを App Store ですとか、Google Play Store からダウンロードしていただいて、で、そこにね、プロフィール作成の欄が当然ありますんで、こちらの方を紹介コードをね、こう、今つけてますんで、紹介コード、OSNFF1ST ですか。こちらの方をコピーペースト、これも概要欄に付けておきますので、これをコピーペーストして貼り付けていただいて、プロフィールを完成させると終わりです。あなたの新しくできたみんなの銀行というアプリの中に1000円入ってるはずです。そしてこの1000円がもう明日には引き出して使えるんですよ。結構リアリティあるでしょ。いや、私もこれね、3年前にスタートして、最初の1年目一生懸命やったんですよ。そしたらね、これ1000円だけじゃなくて最大30万まで行くんですけども、30万円いただきましたね。でも私、このアプリでお金を稼ぐことはできないんで、皆さんもこれ使ったらどうですかって、私はもう稼ぎましたよってことで、今どんどんね、紹介してるんですけども、さあこれがですね、どこまで稼げるようになるか。まずは今回の動画をもとにアプリをダウンロードして紹介コードを入れると1000円入ってると思いますけども、今度はね、自分のアプリができた時に、今度自分の紹介コードが手に入ってるんですよ。ですんで、その紹介コードをもとに周りの方にみんなの銀行ってアプリがあるよって広めてあげて、そのみんなの銀行ってアプリの中に今度はあなたのね、紹介コードを入れてもらうんですよ。そうすると何が起きるかっていうとね、これ羨ましいんですけども、通常1000円のはずなのに1500円が紹介した人、つまりあなたの口座に今度は入るんですよ。最初は1000円だったでしょ。次は1500円入るんですよ。1500円でずっと入っていって、新しくアプリを作ってくださった方の口座にはまあ1000円なんですけどね。でも新しい方に1000円、紹介した自分に1500円、合計2500円という予算を割きながら、この福岡フィナンシャルグループの大キャンペーンがやってるということなんでね、ぜひ乗っかってもらいたいと思います。この1500円キャンペーン、いつなくなるか分かりませんのでね、まあなくなっても1000円1000円がもらえるのは変わりませんので、どんどん紹介活動していただければと思います。最大で30万ですからね、ぜひね、職場の皆さんとかご家族ですとか、スマホを持ってる方いっぱいいると思いますんでね、どんどん使ってもらってください。今回はそんなところでございます。それでは動画概要欄の URL と紹介コードよろしくお願いします。